寝とうと、もうお昼やけど。たまみちゃん、うん、時々あるんよ、きついと。でもね、寝とったらようなる。ちょっとごめんね。あった、大丈夫。私そしたら掃除でもしよっけ。もうちょっと休んどき、うん、ごめんね。いいよ。としえさんは今年85歳になります。一人暮らしをしているので、娘のたまみさんは週に1回ほど様子を見に来ています。お母さんの様子を気にしながら掃除をしていると、至る所から病院で処方された薬が出てきました。これは胃薬、こっちは便秘薬。ああ、これ血圧の薬じゃない。しかも残りの数バラバラだし、飲んだり飲まなかったりしてるってことよね。お母さん、具合どう？ねえ、朝の薬ちゃんと飲んだ？どうやったかな。飲んだと思うよ。ほんと？今ね、お掃除しよったら、あちこちからほら、お薬出てきたんよ。本当に飲んだかな？飲んだ。たまみさんはお母さんの次の受診日に付き添い、主治医へ相談してみました。すると、血圧の薬などきちんと飲めるようにと、今回の処方から一方化しましょうと提案してくれたようです。一方化とは、1回に飲むお薬を一袋にまとめてくれて、日付や朝食後などと記載してくれるので、飲み間違いを防ぐことができるのです。また薬局でも、お薬の説明と飲み忘れがないようにお薬カレンダーを進めてもらいました。あ、薬局に行く際はお薬手帳を忘れずにお持ちくださいね。お母さん、来たよ。たまみちゃん、よう来てくれたね。お母さん、今日顔色いいね。うん、お薬はちゃんと飲みよるけんね。あんた、たまみちゃんがお薬カレンダーにしてくれたけん、飲んだかどうかの不安もなくなったとよ。よかった。もうお母さんには元気でおってもらいたいけんね。ありがとう。